はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はバンプ高校セカンドブラッド投手でやっていきたいと思います。で、デッキの方はちょっとまた二股かけてます。ミサちゃんと、ミクリアマホちゃん入れて、あとはねちょっと練習に登場しないからどうかなって思ってるんですけれども、まあ流行りの渚ちゃんを入れてます。45をお借りしてます。で、渚ちゃんは固有でイベント発生率アップの効果がついてるので、それを信じて今回招き猫は持ってきてません。で、あとの3人は変化球で固めてる感じかな。やっぱり技術は欲しいので神楽坂くんと虹谷、まあ虹谷はね、球速の方もタッグが組めるので、まあもともと優秀なのはあるんですけれども、虹谷ね PSR レベル上げたいんだけどね、まだちょっとそこまでではないので、立川も全然レベル上がってないですね。まあそんな感じでやっていきましょう。あ、そうそうそう、で立川入れたのはまずコツですね。ちょっとコツが多いんで安定性はないんですけれども、怪物球威の怪骨重い球を持ってるのと、あとできればなんですけれども、シナリオ金徳は、超尻上がりを取りたいんですよね。まあ、ハイスピンジャイロか街道か超尻上がりか走者釘付けか精密機械で、精密機械はまあちょっとかぶってはいるんですけれども、超尻上がりを取るためには、まあ、なるべく魅了をこなしていきたいと、まあ、同じねオーブを4つ集めると確定にはなるんですけれども、そうすると経験点犠牲にする形になるので、まあ、ちょっと確率を上げるということで、魅了を中心にやっていきたいです。で、そうすると女の子なので、渚ちゃんどう考えても出てこないでしょ。で、そうすると真帆ちゃんと立川しかいないんだよね。ミサちゃんってだっていても多分関係ないもんね、魅了は。と、そうそう、あとは、コツの対強打者も持っているというところですね。まあ、ちょっとここら辺の、コツを考慮して、3たちを入れてますと。まあ、これでやっていきましょう。特に最初は何にもない。あ、なんでね、そうそうそう。監督、もう今回監督は気にしたくないんで差し入れ使おう。いくつアップしたとは書いてないんだね。95になってるけど、わかんねえ。いくつアップしたんだ。で、あとは強奪をねちょっと変化球レベルを上げてやりたいっていうのもあるので、ちょっと変化球は中心に練習していきましょう。まあ、コツとかね他のキャラが出ればもちろんそっちをやるんですけど、渚ちゃん君のイベント発生率アップをマジで信じてるぞ。まあ、無理なねイベント数ではないんで大丈夫だとは思うんだけど、あ、ここはいいね、やっぱり虹谷。虹谷は本当にコツだったらね最初は何でもいいっていう感じですからね。はい、ありがとう、キレで。ただキレのためにね守備練は何回か踏んどきたいんだよな。これどうする、ちょっと待ってね、イベント、あ、重い球取れるのか。でも成功失敗、重い球はな最悪なんか通常イベントの矢部くんからも取れるからな、1だからね。高級タオルにしとこう。ちょっと無難に行きます。で、まほちゃんが出たのでこれで体力はマックスですね。で、まほちゃんはね結構気にしないと評価がねマックスまで乗らないんでね、井戸端が起こっちゃうと。何回かはデートにプラスして、怪我しにくさか。3でね20までまで取るのはちょっときついんだよねやっぱり。あ、ミサちゃんいるな。あ、マホちゃんどうしようかな。変化球ちょっとこっちでいこう。よし、変化球レベルアップ。コツ、スタミナ、立川か。どうする、まあやっとくよね、魅了。最初の魅了ってさ、お、重い球くれた、やった。闇に生きるものもこれ続けるよ、切らない。で、もうこれは吸血しないとまずいよね。まずいんだけどさ、どうなの。まあいっか、神楽坂くんと虹谷ちょっと魅了しとくか。経験点くんないからね最初は。
で早速来てるけど、ちょっと無理、体力的に無理。ブラッティングするか。ブラッティングをブラッドでね、守備連来てくれるとね、プラス20になるんで、敏将ポイントが。それもね、結構美味しいんですよね。お、いいね、いいね、いいね。いいじゃん。魅了した甲斐あったな。これは本当に魅了した甲斐があった。ちょっと待ってね、神楽坂君、勝ち運取れないね、これ。勝ち運はもうしょうがないか。リリースだけでも掴んでおきますか。勝ち運が来たら、もうちょっとしょうがない。で、あと、ミサちゃんの告白でね、勝ち運が取れるんだけど。ダッツさん、オッケー。で、また、いるね。あー、マホちゃんがいるね。いいよ、いいよ。マジで魅了した甲斐があるな。これはちょっとマホちゃん優先的に上げていくか。まあ、マホちゃん、ミサちゃん、タッグ、みたいな、そんな感じ。あー、いるね。しかも、二次体。たださ、筋力ないからさ、ダッツさん取れないよね、これ。まあ、ダッツさんは5でもいいんだけどな。キレも足りてないのか。まあいいや。うん、こっちだったらこっちでしょ。吸収、ちょっと吸収のままにしときたい気もするな。あ、ありがとう、コントロール。告白来てくれ。よし、いいね。事情を説明する。このさ、この会話でさ、え、本当ってなるか。まあいいけどね、結果が全てだから。これね、まだ1回練習できますね。1回練習できて、しかも虹谷か。どうなる、どうなるか分かんないけど。それか、あー、いや、やろう。ちょっと悩んだ。刺激ね、来てくれればいいんだけど。ダッツさん5ですね。刺激は本当に来ないとね、意味ないからね。お、一応来てる、どっかには来てる。ってことは変化球か。神楽坂くん魅了されてるけど、評価足りてんのかな。まあいいや、わからない。なんか足りてない気もするんだけど。これはもうそのまま行きましょう。足りてないよね、やっぱり。そんな気がしたんだ。そんな気がしたんだけど、ちょっと変化球練習やりましょう。レベルを上げる意味でも。あ、これで評価自体は上がるじゃん。これ絶対乗ったよね、もう。乗ってねえし。神楽坂くん、どんだけ評価低かったんだ。なんか2回目がギリギリのところだね。あ、これどうしよう。極限ブラッド2回目ちょっと11月以降に起こしたいけど、そうすると、まあ、精神とか絡めていかないといけないんで、ここの選択肢、投手だとどれがいいんだ。超能力者、テンポ、速球中心、変化球中心か。まあ、緑特能は今回いいかな。魔法使い、あ、これ成功するとあれか、コツじゃなくて勝ち運になるって書いてあるんだけど。で、ヤシラとラッキーボーイになるって書いてあるんだけど、その分失敗した時ちょっときついんで、一番上でいいや。さて、これで神楽坂くん乗ったけど、乗ったけど 13% か、虹谷か 8% か。ポンコツも掴んでおきたい気がするんだよな。ただキレが取れてないからね、敏将がないからちょっとつらいな。ダッツさんも5になってるんで取りましょう。うー、悩む悩む。ちなみに何、吸収になるのか。いや、やろ。まあ、一桁台だったらね、くんねえし。まあいいや。で、ここは一応モテモテにはなりたい。ならない。スカウト参加、これもな、成功失敗があるからね、自分で助けると。
ぱ下がるっていうのがねちょっときついよね。これはもう絶対無理、絶対無理なんで、お出かけデートを進めていきましょう。てかミサちゃんがそもそも乗ってるの、まあいいや。でマネージャーも大変だねと。ここら辺の選択肢は間違えないようにしないといけないんで、でもう吸血をします。これは186、318。なんで体力が回復した量に応じて経験点アップ55。まあ微妙だな。別にどこでもいいっていう感じなんだよね。変化球精神、ここはもう完全に2種類だね。あ、体力減ってないんで断ろう。だが断る。よし、経験点自体は悪くないんで成功すれば。あー、どうしようかな。二次体のコツを取りつつ、敏捷をちょっと一回稼ぐっていうのありだよね。でも立川のコツもタックで悪くはない。いやでもやるときやっとかないと、多分なかなかこの高校は敏捷練習しないんで。コンコツ OK、 ありがたい。でまあ、まほちゃんも順調に上がってますね、評価は。だからミサちゃんが全然上がってないんだよ。ほらワンタック、ワンタックだったらちょっと一回捨てて、ミサちゃんにしようかな。キレをどうするかな。もう一回練習しないと脅威の切れ味自体は取れないんだよね。ちょっと一回ミサちゃんあげよう。キレは置いとく。あ、そうか、今ラブパワー中だったか。で、ここも別に、いや、走ろう。で怪我しにくさをもらって4でしょ、4で20丸まで掴んじゃうってか。これあんまり見たことないんだよな。普通にケーキ食べてチキン食って20-20か。あ、クイックもらえんだ。で追加で一応経験点をもらえますと。いや走者釘付け来ても無理だからね。ただじゃあ立川どうするっていう話にはなるよね。来た時のために、いやーちょっと無理だ、取れる気がしない。重い球はもう忘れずに掴んでおこう。うーん、勝ち運、まあいいや。でここ自体は強奪か。まあ変化球レベルがもう3になってるんで最悪強奪でもいいか。強奪ってでも強奪しすぎるとあれなんだよね。強奪がね、精密機械か、ちょっとそれはもったいないよな。まあ確率だからね、絶対来るかって言われたらまたそれは別なんだけど、どうしようかな。ミサちゃんはとりあえず乗ってはいる。やることがない。強奪でもいいよね。まだ強奪自体はやってないんで、ちょっとじゃあデートを進めますか。でこれもなるほどと。この不思議な力ってランダムなのかな。よし、ちょっと吸血しましょう。3であれば324取れるしね。立川と神楽坂か。立川と神楽坂なんで、綺麗取っちゃおう、じゃあ。で、他は、まあ何が来てもいいか、じゃあ。いや、待って、怪我だ、怪我。怪我を掴んだらさすがにもったいないからな。よし、OK。筋力70も使ったね。まあ、いっか。よし、これでいきましょう。ほい。伸び、いいね。一応最大まで来た。最大まで掴めば、最悪街道が来ても。なんとかなるはなんとかなるか。で、ミサちゃん、通常イベントの2回目。さて、これの投手バージョンは吸収、脱散、いらない。魅了、尻上がり、いいね。刺激は牽制。じゃあ、魅了だな。しかも、これは、変化球ポイントがもらえそう。よしよしよし。
ちょっと能力的に変化球が、どうしようかな。またちょっといつもの通りいきますスライダーカーブフォークみたいな。でよ、監督評価もはっきり言ってほっといて大丈夫だな。1,2,3,4色、あとなんだ、あれ吸収がない、あれ吸収しなかったっけ、強化してないのか、強化がそもそもない、強化がそもそもないんだけど、ちょっと一旦じゃあデートしますか。2回くらいは残しておきたいな。評価が上がるのかそもそも。これはなんか何でも良さそう。ループコースター、コツとかは別にもらえるわけじゃないからね。うん、これも断っていいでしょう。よし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 、ちょっと筋力を使ってしまったからな。もらえるんだったらもらいたい。刺激、刺激ってだってやったよね。一応3人プラス得意練習率アップのついてる人たちはいるんで、ミサちゃんここら辺でちょいちょい上がっていくから、まあ、デートしてればなんとかなりますね。手伝っとこう。結構経験点もらえるな。あ、強化来てる。強化にしとこう。強化にしといて、あ、変わったのか、2月の一瞬になったから。まあ、低めがね、もらえないっていうのが、ちょっと辛いんだよね。精密機械も結構貴重な技術を使うからね。これ、どうなんの？投資か。ミサちゃんは経験点すんげえくれるけど、まあでも投資のコツをつかめるんだったらいいかな。吸血、吸血じゃねえや、魅了。お一人か。うん、どうしよう、どうしよう、どうしよう。デート、デート完走させちゃう。4回目やるか。やっぱりこういう時にね、モテモテがあるとだいぶ楽になるんだけど。あ、神楽坂くん、そういやまだ終わってなかった。よし、これで吸血して、敏捷とかどうする、ここで取っとく。全体的な経験点は悪くないよね。全体的経験点は悪くない。筋力は全然もらえないけど、これはまんべんなくもらえるね。悪くないんだけどな。ちょっとこれで敏捷一回取っとこう。で、虹谷も最初か。ミサちゃんがな、ちょっと来てないからな。ブラッド、ブラッドで回復したい。いない、ブラッド回復要員がいないんだけど。で、1,2、これで全色揃ってるね。吸収とさ、強化の色がちょっと見づらいんだけど。うん、デートを終わらせるっていうよりは一回メンタルするか。ちょっとメンタルも微妙だけどね。ミサちゃんの告白が来てれば絶対ミサちゃんとデートしたんだけど、回復するか、元気になろう。特に何にもなし。ちょっと一回じゃあミサちゃんと練習しとく。これで、あとはデートしてれば大丈夫でしょう。そもそも告白が来てない。やっぱり、招き肉は持ってくるべきだったか。西谷。で、復活を取る関係で、やっぱり、スタミナも上げてはおきたいよね。結局何になる？
ミリオンになるか。まあ、いっか。次あたりいけ。肘爆だ。まあ、いっか。死んでしまうよね、このまま。あ、死んでしまわないか。この量は死んでしまわないんで、大丈夫ではあるんですけれども、ちょっとコントロール B くらいまで上げとこう。精神が足りなくなる？筋力が足りなくなるね。怪我しにくさで使っちゃってるからな。ちょ、フォークにしよう。で、吸血で、いない。タッチ。まあ、ホッチ。まあ、どっちでもいいや。で、ここも勝手に進んでいくんだっけ。てか、ミスターちゃん、マジで告白が来てない。キューパーか。やろ。回復できるし。これってさ、ブラッドタック自体は成立してない。よね。まあいいや。もう、ちょっと一歩遅かったね。告白来るのが。で、こういう時やることないんで、告白しましょう。告白じゃない、デートしましょう。乾燥自体はできそうだね、普通に。あと、虹谷が2回。前部は？いけ、サボり癖とか。ちょっと変化球は見る。あ、吸収にしてさ、サボり癖直す？まずここでサボらないことが大前提だけど、やろう。よし。ちょっと吸収でサボり癖直そう。あー、来た来た来た。ででで、ちょっとここら辺はデートで、じゃあ調節していきましょう。まほちゃんとは一回練習しないと無理かな。みさちゃんは普通にデートしてれば多分大丈夫。で、吸血しましょう。ちょ、待って、体力が減ってないとダメなの？そういうことか。人がいればいいってもんじゃないんだ。経験点全くくんないんだけど。じゃあ、そうか、体力のプラスってわけじゃないんだね。本当に回復しなきゃいけないんだ。いやー、それはちょっと誤算だったな。っていうか、まあ俺が単に知識不足だったっていうところがあるんだけど、じゃあなんとなく女の子がいるところ、治ってよ、せめて。治ったね。カイドウかー、筋力足りてねえんだよ。あー、すげえ、3人来てるわ。変化球は問題なさそうだけど、街道を手に入れたってことは、あ、まだ普通の立川のあれが来てねえじゃん。ちょ、伸びはとっとこ。200。いやー、重いわ。1は重いよね。技術も151使うし、精密機械低めを取る可能性もないんで、取っちゃうでしょ。だってもう街道取ったから精密機械が来ることもないし、尻上がりは神楽坂君持ってるから、一応1よりは4にして取りますか。じゃあ変化球を、フォークフォークと、一応これで444。街道持ってるんだったらさ、やっぱり球速は上げたいからね。あ、来た。これどうしよう。クイック、クイック取ろう。せっかくだし。で、立川。対強打者。欲しいといえば欲しい。対強打者、よし。ただまあ、置いとくのは置いときましょう。あ、でもちょっと5月か。少し気にしないとね、やっぱり。ミサちゃん進めて。あ、ここ、ここ、なんだ？
ミサちゃんの2回目デート、ん ?3 回目デート、3回目デート、観覧車伸び、でも伸び取ったしね。ジェットコースター高速チャージとかいらんわ。体感アトラクション緩急、じゃあこれだな。まあ、高速チャージあったら確かにバントの処理がうまくなりそうだけど、あ、よし、筋力筋力もらえた、やった。でここはストレート、西谷ガット1回、まあ、6月だから大丈夫でしょう。まあ、ワンタックだったらちょっと安全性を考えて真帆ちゃんを終わらせちゃいましょう。まずはミサちゃんはカラデートがないんで、計画は組み込みやすいので。今下噛んだ、下噛んだってことはこれ失敗だよね多分。入門かかん少し、これでいいや。誰強さで一応つけられるね。神楽坂くんか、つけとこう。え、あ、そっかそっかそっか、ポイントもらえるのか。まあ別にしょうがない、これは。あ、でこれ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 は筋力が欲しい、筋力がいっぱいもらえるやつ。射的か、成功すると。よし、射的やろう。え、射的でいいんだよね。肩抜きは変化球がいっぱいもらえるから、よし、射的でちょっと筋力狙いでいきましょう。うん、成功したっぽいな。でこれも優勝する。この選択肢の違いがね、なんかいまいちわかんない。経験点はやっぱすごいよね。100、100、45、45、100、200、300くらいもらえるし、これは分かったようにしとこう。まあ別に大丈夫です。え、ミサちゃんまだ乗ってない、ちょ待って、これはチームメイトじゃなくてその他関係者。げ、まだそうか、デートが終わってないんだっけ。デート2回残ってるんだ。終わらせたのはマホちゃんの方だったね。げー、でもこれやるでしょ、これはやるでしょ普通に。で技術が余ってるっちゃ、まあ、もう街道取ろう。余ってるといえば余ってるので、精密機械は取ったんだっけ。もう、あ、取ってあるわ。変化球4球種目がいけそうだね。4球種目覚えますか。じゃあシュートでホイット。3人しかいないけど3タックがなんか割と来てる気がする。まあ、今回神楽坂くん止めてるっていうのはあるけど、そうだね、これはちょっともうデートだね。あれ、最後の真帆ちゃんのデートって評価上がったんだっけ。ちょっと見てみよう、評価が上がるかどうかだけ。デートデート、5回目、一応上がってるのはちょっとだけ。1回でも練習挟むか、またはもう1回カラデートをやっとかないとあれかな。監督大丈夫だよね、全然大丈夫。ちなみに使わなかったらちょっと危なかったのかな。ミサちゃん終わらせとこう。でマホちゃん1回カラデートしよう。7月の2週3週練習して、あ、寝やがったまあいいや。でここはチャンスでいけるでしょう。まあ、本当はピンちゃんが一番いいんだけど、スタミナ D あれば大丈夫だよね。で鉄腕、いやー、いいね、本当にいいね、安い。対強打者置いとく。尻上がりも本当は欲しいんだけどな。緩急はもう掴んじゃっていいか。投手一応置いとく。クイックもちょっと待って、
敏捷って他なんか使うっけ。まあいいや、脅威の切れ味も取ってあるしね。ではではでは、ちょっと球速を上げていきましょう。144いけるかな。あ、いけるね。152まで持ってきたいな。街道があるから150以上は球速つけたいんだけどな。ゴキタ君、あれ今何ビューンってなったけど、あれなんだっけ、試合っていうか打たれた結果によって調子が左右するようになったんだっけ、なんかわかんねえや。おお、さっきホームラン打ったゴキタ君。ムードってあれ内藤さんだよね。連打されると調子が落ちるのか。1点取られた。まあいいや、変わってる虹谷にスタミナ D しかないからな。一応渚ちゃんが練習 15% 持ってるけど、あー虹谷やっとこうかな。刺激か、刺激だって刺激だったら、まあ魅了の方でいくか。もう一回変わる可能性があるからね。これ練習して大丈夫だよね。練習して大丈夫。刺激か。強奪、あ、強奪にしとこうかな。ここで評価上げて。これ大丈夫だよね。死なないよね、これ。これは死なないはず。超ギリギリで残ると思う。で、ここをどうするか。いや、チャンスでいこう。で、で、で。シュートを上げられそうだね。上げよう。甲子園に行ったらピンチャンでやる。甲子園優勝は必須だからね、この条件だと。まず金徳を得るためと渚ちゃんを得るために、バンプの金徳については 100% とは言えないけど。よし、 OK。 お、こいつパワーは A だ。いや、ミート G はちょっとさすがに難しいな。矢部君絶好調だ。絶好調矢部はマジで使えるからな。いや、さすがよ本当に。おお、なんとか抑えたね。なんかこれでもいける気がしてきたな。うお、死ぬ、マジで死ぬ。ただ立川か。あ、真帆ちゃん乗って500もらえるからね。何が500になる。255255だから、溢れることはないか。ちょっとコントロール A にしとこう。で、真帆ちゃんもう大丈夫だね。マックスになってるわ。打たれ強さ、打たれ強さちょっと取っといてもよかったかな。虹谷、まあ、ここは筋力と変化球もらえるんでメンタルやっときましょう。体力も減ってるしね。もうここまで来ればゲージを気にする必要はないんで。さて、ちょっと長くなるけど、こっからピンチャンできます。スタミナを、スタミナ上げると筋力がなくなる。マジか。打たれ強させっかくだから取っとこう。ちょっと置いときます。
タミナ D だとなんとか0点に抑えて9回投げ切れる感じだね。強化になってんのか、どうしようかな。なんか吸血にしてさ、吸血、いつも吸血って言っちゃうんだけど、強奪にしてさ、最後変化球でポイントもらうっていうのはどうかな。ちょっとやってみよう。まあここもピンちゃんでいこう。決勝戦ピンちゃんとかマジやだな、すっげえ打たれそう。ちなみにどこまでいく ?148 か。コントロール大丈夫そうだったからな。コントロールアピールじゃなくて球速アピールできてもよかったか。ちょっとシュート上げとこう。第2球種、いやまだ4になってないからな。あぶねえ、普通に4点取られたよ。これ次やだな。一応ちょっと吸血を見つつ、あーこれでも悪くねえな。吸血を見とこう。できねえし、取れないからか。全部取っちゃうとダメなんだ。なるほどね。36ポイント。シモンって何持ってんだ。コツ狙うのでもありだよな、立川。あと尻上がりでしょ。尻上がり1。あー、対強打者か。対強打者が来ると微妙なんだよな。だったらちょっと経験点狙うか。こっち虹谷から筋力と変化球ポイントもらっておきましょう。かって言ったらな、チャンスの方がなんか可能性はありそうだけどな。こっちにしよう。打てるときに打つ。それでいこう。スタミナやっぱ C だな。最低 C は欲しい。 C あればあと復活でなんとかなるっしょ。でコントロールをじゃあちょっと上げとくか。よし、これで臨みます。街道がやっぱ重かったね。200使ってるからね、筋力を。ただ伸びを5で手に入れられたのはでかかったな。よし、ここで取るだけ取る。内藤さん打ってこう。ゲーこいつ荒れ球があるから厄介なんだよな。つなげていこう。ここはネクストバッターサークルに控えているのは村尾。投げた、流し打ち、サード右へのライナー。パワーあるけどミート G。 ランナーは2塁変わりません。第2球ポテンと、よし OK。 あ、昨夜早えわ、普通に走ってった。あ、俺投げた。もうミート G はしょうがない。投球これから2球目、やべえ、お前だ。絶好調やべ。お前なら打てる。ちょっと早かった。第3球を投げた。これいいんじゃん。よしよしよし。やべえ、足速いな、やっぱり。米山くん能力的に悪くねえな。早っ。
あとは俺が抑えていけば何の問題もない。こんだけゲゲゲゲゲ打たれてんなやっぱり。うわゲッツーになったけど三塁まで進んだ。また矢部が打てば2点差。確かに4点くらいは欲しい。落ちた。貝塚は能力的にはマジで悪くないからな。いやー引っ掛けちった。志賀君悪くない。チャンスがあるから悪くない。エクスカリバーよしよしよし。で金徳もらえるかどうかだよね。点数は少ないな。どんくらいの確率があるんだろう。あ取った。先手必達で、エピローグはね3人もらえるんで、っていうか4位かよ。まあいいや、先発です。復活つけるとどうしても先発にせざるを得ないからね。よし、これで対強打者も掴んだので5ですね。とても不思議な力じゃなくて、不思議な力のよりとても大きな経験。これは60、80もらえるのか。ピロク経験点でかいな。ミサちゃんもすんげーくれるかんね。これ PSR プラゴだったらさらにくれるってことでしょ。渚ちゃんも全然普通にくれるからね。でそうすると9600か。いったね。経験点は結構いったね。でかつ金徳も取れてるんで、先手必殺取って復活取って勇猛果敢取って、尻上がりも取っちゃおう。対左もせっかくだから取るでしょ。球速が伸びなそうだね。球速が伸びなそうなんだけど、シュートは取る。で、じゃあムービングファーストにしときますか。ムービングファーストにして、で、ここを、手応え。これで大体変化球はさばけたんで、あとちょいちょいしたものを取っていきますか。で、球速どこまで150いったね。で筋力を使わない、筋力を使わない筋徳、筋徳じゃねえや、特殊能力タイピンは欲しいな。ドロ投資、ドロで技術と精神がちょっと余ってるから、あ内角とか良さそうだね。ちょっと候補として考えと、候補として考えも何も二択じゃねえかよ。じゃあこっち、よし、さばき方もまあ悪くはないかな。あとは本当に何も無理。無理だね。弾道とか上げたかった気がするけど。というわけで、ま、1,2,3,4,5,6,7,8,9 金徳9種類、取れましたけど、もうちょっと普通の特殊能力取らないと。 SS とかはやっぱりね、球速を伸ばさないとちょっときついのかな。まあ分かんないですけれども、もうちょっと必要か。変化球はだって4種類で4444で第2球種も取ってあるから、まあ悪くないね。 SS ってそう考えるとかなり厳しいね。特殊能力モリモリにしないとやっぱ届かないのか。まあただ能力的には全然悪くないと思うので、まあ多分こいつは先発で頑張ってくれるでしょう。ちょっとスタミナ少ないけど、スタミナがそもそもね反映されないからね、その総合能力に。もう E だろうが F だろうが S だろうが全く関係ないからね、スタミナは。まあそこで筋力もちょっと使ったりしてるんで、まあそれを急速に回せばっていうのはありますけど、うん、まあそれはちょっと俺の好みの選手じゃないので、まあやっぱりね特殊能力に合わせて、まあちょっと先発中継ぎ抑えっていうのは作っていきたいというのが俺の中でありますんで、まあ一応こんな選手になりましたと。まあバンプの強化はやっぱり強いね。投手いいと思います、まあ、ちゃんと甲子園まで優勝できればというわけで、まあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。